8時になりました。明日8月4日金曜日に向けた株式投資についてお伝えいたします。まずは概況。今日に発表された有望 IR、 注目の決算、その他の IR、 昨日発表された IR の値上がり率ランキング、本日のストップ高ストップ安、本日の値上がり率値下がり率ランキング、新規上場スケジュール、決算スケジュール、明日の注目度ナンバーワン決算、配当関連情報、明日のデイトレ候補、半導体ウォッチ、商社株ウォッチ、生成 AI ウォッチ、トピック、最後に去年の今の順でお伝えいたします。まずは概況です。ダウ、ナスダック、日経ともに下げとなりました。ダウは348ドルの下げ、マイナス 0.98%。ナスダックは310ドルの下げ、マイナス 2.17%。日経は548円の下げ、マイナス 1.68%。1ドルは 143.53円、円安に触れ143円台で推移しております。午後2時時点での東証プライムは、値上がりが165銘柄、値下がりが1650銘柄、変わらずが18銘柄、9割近い銘柄が下がった状況です。アメリカの方はフィッチによるアメリカ国債の格下げでショックが広がり売られております。日本の方はアメリカ市場の流れを受けてハイテク株を中心に売りが広がっております。アメリカ国債10年ものの利回りは大きく上昇し 4.1% 台で推移しています。これは昨年11月以来11ヶ月ぶりの高水準です。そしてドル円の方も円安に触れ143円台で推移している状況です。投資主体別の売買代金の状況ですが、こちらが海外の投資家、そしてこちらが日本の個人投資家の動きです。7月28日週は、海外投資家は5週連続での買い越しになりましたが、額は738億円で低調な状況です。日本の個人投資家は1300億円の売り越しに転じました。一方、現物と先物の合計で見た場合、こちらが7月第4週ですが、現物と先物の合計値はマイナスの2557億円、海外投資家は2577億円の売り越しに転じています。少し気にした方が良いのかもしれません。次に、業種別の売買、業種別の株価指数です。ほぼ全面安の状況となりました。海運が大きく反発し、唯一のプラスです。鉄金属の大幅な下げが目立ちます。売買高ランキングの方も下げが優勢な状況となりました。1位のレーザーテックの売買代金は4日連続で2000億円台を割ってしまいました。本日、半導体は上げ下げまちまちな状況です。日本郵船は 18% の上方修正と、10円の増配、そして 16.7% の自社株買いを発表し大きく買われております。川崎汽船も上方修正と自社株買いが交換され大きく買われている状況です。本日、トヨタは反落いたしました。銀行株は下げになっております。ヒートマップの方は全面真緑の下げ状態です。全体的に上げたセクターは見当たらない状況になっています。経済スケジュールの方は、今夜はイベントが目白押しです。耐久財受注、そして ISM。次に、引き後に発表された有望 IR です。まず、Z ホールディングス。
Z ホールディングスはソフトバンク系のネットサービスの企業です。第1クォーター最終は 48% 増益という発表がなされました。24年3月期第1クォーターの連結最終利益は前年同期比 47.9% 増の373億円に拡大した。第1クォーターの売上営業利益率は前年同期の 12.7% から13.8% に上昇した。こういった内容です。本日の株価は 381.5 円、出来高は2300万株です。この2300万株とほぼ同じくらいですが、1900万株の信用改ざんがある状況です。1年の株価の動きは1月4日に327.9円ですので、ここら辺の位置です。そして2月3日に 428.8 円ですので、ここら辺の位置です。直近はあまり明確なトレンドがない状況での今回の IR です。PBR は1倍割れですが、配当は 1.46% であまり良くない状態です。信用買いが多いという点はご注意ください。次にジャパンエンジンコーポレーションです。ジャパンエンジンコーポレーションは船舶用のディーゼル機関の専用の会社です。第1クォーター経常は 2.3 倍増益という発表がなされました。24年3月期第1クォーターの経常利益は前年同期比2.3倍の2.7億円に急拡大したが、通期計画の15億円に対する進捗率は 18.1% となり、5年平均の 21.9% とほぼ同水準だった。第1クォーターの売上営業利益率は前年同期の 2.3% から 5.9% に大幅改善した。こういった内容です。本日の株価は3990円、出来高は9万2000株です。この9万2000株より若干多い数ですが、11万株の信用改ざんがある状況です。1年の株価の動きは1月4日に1206円ですので、かなり低い位置です。ここら辺の位置です。そして7月3日に4480円ですので、ここが最高値です。直近はあまり明確なトレンドがない状況での今回の IR です。信用買いが多いという点はご注意ください。次にアーバネットコーポレーションです。アーバネットは投資用ワンルームマンションの開発会社です。今期経常は 5% 増で4期ぶり最高益。前期配当を1円増額。今期は1円増配という発表がなされました。23年6月期の連結経常利益は前の期比7.8% 増の21.3億円になり、24年6月期も前期比5.2% 増の22.5億円に伸びを見込み、4期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。同時に前期の年間配当を18円から19円に増額し、今期も前期比1円増の20円に増配する方針とした。第4クォーターの連結経常利益は前年同期比74.3% 増の15億円に拡大したが、売上営業利益率は前年同期の19.2%から18.2%に低下した。こういった内容です。本日の株価は330円、出来高は13万株です。この13万株の 1.6 倍くらいですが、23万株の信用改ざんがある状況です。1年の株価の動きは1月4日に299円ですので、ここら辺の位置です。そして5月30日に348円ですので、ここが最高値です。
直近はあまり明確なトレンドがない状況での今回の IR です。PBR は1倍割れで PER を加味してもかなり割安な状況です。さらに今回の増配で利回りが6%を超える超高配当株になっております。信用買いが多いという点はご注意ください。次に注目の決算です。本日注目の決算、非常に多く発表されております。ポイントのみお話しするようにいたします。まず、場中の発表ですが、日本郵船が上期計上を18%上方修正、通期も増額、配当も10円増額という発表を12時にしております。そして同じく場中発表、12時半ですが、旭化成が上期計上を17%下方修正。そして住友商事は13時の場中発表で、第1クォーターの最終は17%の減益。そして日清食品は13時15分に場中発表で、第1クォーターの最終は86%の増益。言い忘れましたが、こちらが本日の株価、出来高、そして信用情報。こちらが1年のチャートです。そして三菱商事は第1クォーター最終は40%の減益。こちらも場中発表14時です。そして今度は引け後になりますが、JFE ホールディングスが上期最終は31%減益。未定だった上期配当は50円実施。太陽誘電は第1クォーター営業は赤字転落。そして三越伊勢丹は今期計上を8%上方修正。12期ぶり最高益更新。花王は今期最終を一転52%減益に下方修正。そしてシバルアメカトロニクスは第1クォーターの計上は16%増益。そしてコナミグループは第1クォーターの最終は17%増益。なお、空売りが多く、貸借倍率は1倍割れで0.8になっている状況です。そしてコンコルディアは第1クォーターの計上は74%の減益。任天堂は第1クォーターの計上は52%の増益。協和キリンは上期最終が38%減益で着地。4月から6月期も53%の減益。その他の IR です。本日 IR 非常に多く95件発表されております。ここからここまでが今お話しした内容です。この他に、大松建設が29%の増益。高田工業所が40%の減益。ベースが赤字縮小。クロスキャットが31%の減益。フュートレックが赤字縮小。アドウェイズが13%の増益。GMO メディアが64%の増益。日東紡績は15%増益に上方修正。東海ホールディングスは23%の減益。品川リフラクトリーズは19%増益に上方修正。最高益。通期も増額。上期配当も50円増額。セーレンは7%の増益。ワールドは19%増益で上期計画を超過。大小は4%の減益。GMO リサーチは33%の減益。シグマクシスは69%の増益。エコミックは赤字縮小。マークラインズは24%の増益。
エアウォーターは 12% の減益。西菱電機は赤字縮小。CRI ミドルウェアは 7.7 倍の増益。三点製薬は 56% の増益。津村は 31% の減益。ゼリア新薬は 13% の増益。新バイオは赤字縮小に上方修正。富士メディアは 26% の減益。PDC ソフトは 5% の減益。DMG 森世紀は 5% の上方修正。最高益予想を上乗せ。GMO アドパートナースは 62% の減益。ヤマダコンサルティングは 23% の増益。荒川科学は赤字転落。JCU は 37% の減益。有沢製作所は赤字転落。テクノクォーツは 31% の減益。椿中島は 2.3 倍増益に上方修正。新東は 2.5 倍増益。未定だった配当は 37.5 円実施。A&A マテリアルは 93% の増益。北越メタルは黒字浮上。UACJ は 77% の減益。古川電工は赤字転落。SWCC は 30% の減益。東洋製缶は 16% の減益。アドソルは 62% の増益。GMO テックは 45% 上方修正。8期ぶり最高益。配当も 40.12 円増額。日本動物高度医療は 75% の減益。日本通信は 59% の増益。富士は 25% の下方修正。カシオは 7% の増益。上期計画を超過。太陽光機は 44% 減益。店舗イノベーションは 9% の減益。タツモは 83% の下方修正。ハイバル実業は 19% 増益。水道機構は赤字拡大。日本金銭機械は 23% の減益。イデックは 43% の減益。GS ユアサは 16% 増益に上方修正。ザインエレクトロニクスは 60% の減益。池上通信機は赤字縮小。日本光電工業は 6% の減益。ヒロギンは 6% の増益。日本ケミコンは赤字に下方修正。未定だった配当は無配継続。ある日は 63% の減益。江崎グリコは 28% の増益。16FG は 12% の減益。ネットワンシステムズは 51% の減益。ダイトロンは 9% の増益。GL サイエンスは 20% の減益。テキは赤字転落。恐怖は 16% の減益。フリーは 7% の減益。長瀬産業は 36% の減益。ゴールドウィンは 24% の増益。キングは 24% の増益。加賀電子は 30% の減益。東田日華は 28% の増益。筑波銀行は 25% の減益。富山銀行は 12% の減益。FJ ネクストは 10% の減益。ヤマトホールディングスは 1% の下方修正。TBS は 1% の増益。角川は 50% の減益。西尾ホールディングスは 8% の増益。コナミグループは 17% の増益。銀座ルノワールは赤字転落。
適度は 56% の減益以上が発表されております。次に昨日発表された IR の値上がり率ランキングです。値上がり率第1位はイーガリアンでした。 TOB の発表により前日比 24.2% の株価上昇、本日よりからストップ高でしたのでより引けでの差はありません。第2位はサンリオ、情報修正と増配を発表したことにより前日比 14.9% の株価上昇、本日こちらもよりからストップ高でしたのでより引けでの差はありません。第3位はアップルインターナショナル、情報修正を発表したことにより前日比 14.2% の株価上昇、本日よりで買って引けで売ると10.6% の利益となっておりました。4位以下ご覧の結果となっております。14位まで、27位まで、41位まで、55位まで、66位までです。次に本日のストップ高とストップ安です。本日ストップ高4件出ております。湖池屋、イーガーディアン、内海造船、サンリオ。このうち湖池屋は増益です。イーガーディアンは TOB。サンリオは増益と増配です。内海造船は増益です。本日ストップ安はありませんでした。次に本日の値上がり率、値下がり率ランキングです。本日値上がり率第1位はイーガーディアンでした。前日比 24.3% の株価上昇。第2位は内海造船。前日比 22.1% の株価上昇。第3位は JVC ケンウッド。前日比 16.3% の株価上昇。値下がりの方は第1位がユニフォームネクスト。前日比マイナス 14.7% の株価下落。第2位はヤマハ。前日比マイナス 14.6% の株価下落。第3位は NOK。前日比マイナス 14.0% の株価下落でした。次に新規上場スケジュール。7月が終わり、8月1件出ております。JRC、抽選申し込みはすでに終わっております。8月9日水曜日の上場予定です。初値予想など詳細はこちらの動画をご参照ください。次に決算スケジュールです。決算ラッシュも6日目が終わりました。残り6営業日です。私が買った場合は日曜の夜にまとめてメンバーシップでお話ししますので、よかったらメンバーシップにご参加ください。明日は275件が予定されております。注目の決算もかなりある状況です。数が多すぎるため、売買代金10億円以上の銘柄のみお話しいたします。10億円未満の銘柄を含めた全データはこの動画をご参照ください。まず、場中発表で丸紅、セブン銀行、三井化学、伊藤忠、三菱重工業。ここまでが場中発表です。そして、セブン銀行が貸借倍率1倍割れの状況です。引け後になると、三軒電機、フォーマン、ミネベア三井、島津製作所、三井不動産、千葉銀行、芽吹フィナンシャル、オリックス、このうち三軒電機が貸借倍率1倍割れです。そして、シャープ、リンナイ、大阪チタニウム、スズキ、ファンケル、日本ソーダ、スクエアエニックス、クボタ、ソフトバンク、ウベ、ヤマダホールディング、日本製鉄、SBI ホールディングス。
住友重機械、円谷フィールド、フィールズホールディングスは本日年初来高値をつけてきております。中山製鋼所、アルフレッサ、味の素、ユニチャーム、東急不動産、福岡フィナンシャルグループ、創生グループ、富士見インコーポレーテッド。このうちアルフレッサは貸借倍率1倍割れです。明日の注目度ナンバーワン、決算、数が多いため、ポイントのみお話しいたしますので、資料の詳細は一時停止でご覧ください。まず、丸紅、場中の発表です。前回の5月8日の決算発表では、今期最終は 23% 減益という発表でした。こちらが1年チャート、そして本日の株価、出来高、信用情報になっています。そして伊藤忠商事、こちら前回の5月9日は今期最終は 3% 減益、20円増配という発表でした。そして三菱重工業、前回5月10日の発表は今期最終は 46% 増で10期ぶり最高益、前期配当を10円増額、今期は30円増配という発表でした。そして日本製鉄。日本製鉄の前回5月10日は今期最終は 47% 減益、40円減配という発表でした。そしてソフトバンク。こちらは5月10日の前回発表では今期最終は 21% 減益という発表でした。そしてオリックス。前回5月10日の発表では今期最終は 21% 増で5期ぶり最高益、8.4 円の増配が発表されています。そして鈴木、前回5月15日の決算発表では、今期計上は 11% 減益という発表がなされています。久保田の前回5月12日は、第1クォーター最終は 37% 増益という発表でした。そして三井不動産、5月10日、前回の決算では、今期計上は 8% 減益、前期配当を2円増額、今期は6円増配という発表でした。そして大阪チタニウム、こちらは前回5月12日の決算発表では、前期計上が上振れ着地、今期は 33% 増益、前期配当を15円増額、今期は5円増配という発表でした。そして SBI ホールディングス、5月12日の前回決算では、前期最終は 90% 減益で着地、第4クォーターの最終は 7.7 倍増益、今期業績は非開示という内容でした。そしてスクエアエニックス。前回5月12日は今期計上は 1% 増益、27円減配という発表でした。味の素は前回5月11日の決算発表は今期最終は 1% 増で3期連続最高益、前期配当を6円増額、今期は6円増配という内容でした。そして創生グループ。前回5月12日は第1クォーターの最終は赤字縮小という発表でした。次に配当関連情報です。8月の高配当ランキング、このようになっております。権利付き最終日は8月29日火曜日です。8月も損益を検証してまいります。詳細についてはこちらの動画をご参照ください。次に明日のデイトレ候補10選です。明日、場中で大きな値動きをしそうな銘柄としては、アップルインターナショナル、エイミング、伊藤忠テクノソリューションズ、インテリジェントウェイブ、イーガーディアン、JVC ケンウッド、カーサ、日本ライフライン、ランリオ、AZコム、このあたりが明日のデイトレに向いてくるのではないかと思われます。
次に半導体ウォッチです。本日半導体は上げ下げまちまちな状況となりました。株価の推移ですが、上げ下げはしましたが、ここのところの上げを考えるとそう大きな変化ではありません。次に生成 AI ウォッチです。本日の値上がりストップは久々にヘッドウォータースでした。一方、値上がり率自体は 4% 前後でした。本日の値上がり率1位から15位まで、そして30位まで、45位まで、そして57位までです。5月12日からの値上がり率で見ると、1位は昨日に続き弁護士 .com ですが、あまり目立った動きはない状況です。詳細はこれらの動画をご参照ください。次に商社株ウォッチです。商社株の方、本日は揃って続落いたしました。詳細はこちらの動画をご参照ください。次にトピックです。現時点で最高配当利回りの銘柄が明日決算発表を迎えます。こちらが現時点での配当利回りのランキングです。この 6.23% の配当利回り、正規等級工業が明日決算発表です。決算が悪くて株価が下がれば、配当利回りはさらに上がることになります。最後に去年の今についてお話しいたします。去年の1週間後を振り返るセクションです。今年もまた同じことが起こるかもしれません。また上がるという確信じみた話ではありませんので、その点はご注意ください。本日は昨年の8月10日について振り返ります。この日は東洋エンジニアリングが増益を発表したことにより、前日比 11.1% の株価上昇、J リースも増益を発表したことにより、前日比 10.1% の株価上昇、ナムラ造船所も黒字浮上を発表して前日比 8.7% の株価上昇、デノバは上方修正を発表したことにより前日比 7.5% の株価上昇でした。明日に向けた株式投資についてお話しいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。